さすがにそれは無理だよ。まあそう言わんとな、頼むわ。だってロキが言うそのアイテムって名前もどんなものなのかもわからないんでしょ。それが一番肝心なのになんで聞かなかったの。しょうがないやろ。打ち勝てあん時相当よっとったし。ロキ、せめてその話を誰に聞いたのか思い出せない。それだけじゃさすがに難しいと思う。それがな、相手が男やったんか女やったかもわからん。なんにも覚えてへんのや。ダンジョンにおるモンスターが落とすことは間違いないみたいなんやけどな。それじゃやっぱり無理だよ。うるせえな、さっきから何をギャーギャー騒いでんだ。お、ベータや、ちょうどええとこに来たな。ベータもこっちにおいで。なんだよ、気持ち悪いな。で、何なんだよ。ロキが、とあるアイテムを私たちに取ってきてほしいって言ってるんですけど。とあるアイテム？せや、実は昨日、酒場で飲んどる時におもろい話聞いてな。なんでも、ダンジョンのとあるモンスターが落とすとあるアイテムで杯を作って飲むと、酒の味がめっちゃ美味しくなるらしいんや。そりゃよかったな。じゃあまたね。待ちって。うっせえ、俺は忙しいんだ。んなこと言わんと、話くらい聞いてってや。うちとベートの仲やん。お前、気持ち悪いからまとわりつくんな。わかった、わかったから。さすがベートや。でもそのアイテム、どのモンスターが落とすのかさえわからないんでしょ。どう考えても無理じゃねえか。だよね。まあせいぜい頑張れよ。主審のめんどくせえ命令、同情くらいしてやる。何を取るんや。当然ベートも行くんやで。ああ、話聞くだけって言っただろうが。なんで俺までそんなクソめんどくせえこと、そんな曖昧な情報で見つけられるわけねえだろ。うん、それなんやけどな。なんかこう硬いもんちゅうか、多分なんかのお骨っぽい感じちゃうかなってよう覚えてへんねんけど。広すぎだ。そんなんで探せるかよ。まあまあ。くそ、適当なこと言いやがって。ベートがさっき言うたんやで。くそ、覚えとるよ。ほな、みんな気ぃつけて行ってくるんやで。お土産楽しみにしてるからな。こんなんで本当に見つかんのかよ。わからないけど行くしかないと思う。そうだね、とりあえず一層ずつ進んでみよう。ああ、めんどくせえ。ロキに面倒な情報を吹き込んだのはどこのどいつだよ。ベートさん、モンスターが。ち、わかってるっての。骨やーい、どこにいるの。とりあえず、それらしいアイテムを落とすやつを片っ端から潰していくしかねえだろ。骨系っつったって、角やら爪やらだってあるんだからよ。あ、それもそうか。ベート、たまにはいいこと言うじゃん。ああ、お前の頭が悪いだけだろ。何を。早く、進もう。骨、角、爪、鱗、甲羅、それっぽいのはこんな感じかな。めんどくせえが、手当たり次第持ってくしかねえな。うん、そうだね。よし、
それじゃあサクサク行きますか。めぼしいのは大体潰したな。そろそろここはいいんじゃねえか。うん、この層で取れそうなドロップアイテムは今ので最後だと思います。よし、じゃあ次の層に行こう。こんな意味わかんねえことはさっさと終わらせるぞ。ありゃあ、結構な量になってきたね。もうこれ以上は持てないかも。そうだね、一旦ホームに帰る。今日はサポーターも連れてねえし、それしかねえね。よし、じゃあ帰ろう。みんなお帰り。お、なかなか大量やな。もう、それが何なのか分かんないから苦労してるんじゃん。ううん、平気。ほな、ちょっと見せてもらうな。骨に近そうなもんはあらかた集めてきたぜ。お、あれ、お、これは、あ、あった。いや、ちょっと待ってや。これか。いや、違うか。なあロキ、あった？なあ、残念なお知らせや。この中にはない。適当に言ってんじゃねえのか。お前もアイテムが何か知らねえんだろ。それはな、ベート、神の勘ってやつや。そいでな、今なんとなく思い出してきた気がすんねんけど、骨や脳て土系な気がしてきたわ。くそがー。ああ、もう一度やり直しか。しょうがないね。ティオナ、一緒に頑張ろう。けなげな合図たんまえ。ちぐ、てめえはちょっとぐらい申し訳なさそうにしろ。そんなに怒らんでもええやんか。うるせえよ、クソ言ってくれ。ツンデレザメ。ほな、気ぃつけて行ってきてな。あんな、クソボケが。そんなこと言ったってしょうがないじゃん。じゃあてめえはこんな面倒なことやらされて腹が立たねえのか。腹が立ったりはしないかな。案外楽しいよ。くっ、そうかよ。それよりアイズ、どうしたの？さっきから黙り込んで。あ、うん、本当に土系のドロップアイテムで大丈夫かなって。信用はできねえが、他に情報も出てこねえし、それしか探しようもねえだろ。そうですね。まあいいじゃん、何にも当てがないよりマシだって。うん、土系のモンスターは、こっからだと2階層下あたりが近いな。よーし、じゃあ早速行ってみよう。なんかそれっぽいドロップアイテムじゃない？うん、この中に正解があるといいね。もう早いとこ終わらせちまおうぜ。よし、こんなもんだろ。そろそろ戻るか。そういえば、美味しいお酒になるってどんな味なんだろうね。材料が余ったら私たちの分も作ってもらえるかな。これだけあればできるんじゃないかな。それもそうだね。じゃあ帰ろう。残念やけど、これもちゃうわ。そんな。なかなかいい線いってたと思うんやけど、触ってみたらちょっと違うみたいやな。
がにもう疲れたよ。ティオナ。アイズたちやったらいけると思ったんやけどな。ロキ、ごめん。ロキてめえ、いい加減にしろよ。なんやベド。いい加減無駄足はごめんなんだ。いいからその杯の材料きっちり思い出しやがれ。せやからうちその時かなり酔うててな。なんや記憶が曖昧で。ああ、だったらその脳みそ揺らして思い出させてやろうか。ちょ、いや乱暴なまではやめ。だったら正確に思い出せってんだよ。うわっ、そうや、思い出したで。くそ、なんだよ金属って。どこをどうやったら骨とか土と間違えんだよ。まあまあ、無事にアイテムのことも聞き出せたんだし、サクッと言ってサクッと持ってこようよ。うん、そうだね。よーし、これで最後にするぞ。これがその素材か。思ったより楽勝だね。楽勝すぎて余計殺意が湧くぜ。ティオナ、せっかくだから多めに持って帰ろう。そうだね、それで私たちの分も一緒に作ってもらおう。よーし、こんなもんかな。うん、十分だと思う。よかった、これでロキも喜んでくれるね。バカか、ここまでされてんのにどんだけお人よしなんだよ。いいのいいの、こうして無事に手に入ったんだから。じゃあ帰ろう、さすがにもうクタクタだよ。やっぱりどんな入れ物でも酒のうまさは変わらんな。さっきは思い出せんで金属系とか言うてもうたけど、まあええわな、こんなに酒もうまいんやし。あ、なんや。ティオナ。ロキ、今のどういうこと。書いて何が。もしかして今の聞いとった。うん、全部ね。あ、いや、ティオナ落ち着いてな。ロキ、えい、あ、アイズタン、もしかして怒ってる。ベイド、助け。俺は知らねえ。てか、やっちまっていいんじゃねえか。なせしょうな。ロキ、ごめんって。な、なんか言うてえな。うちが悪かった。国やで。ま、ゆっくり反省しろや。